こんにちは。今日は防波堤渡船を行っている村本海二さんに来ています。村本海二さんで導入された新サービスについて説明させていただきます。入り口にあります、こちら落水検知ユニットというものです。こちらは身につけた状態で海に落ちると村本海二さんに自動的に連絡が行くようになっています。まず事前にこちらのアプリをインストールしていただきます。そして今日は私はこちら4番のユニットを使わせていただきますので、4番こちらにございます QR コードをカメラで読み込んでください。するとこちらユニットの情報が出ますので、認証ボタンを押していただくとこちらのスマホとユニットが接続された状態になります。こちらの所有者名を自分の名前に変更します。一旦アプリを閉じていただいて、今度は見守り先の登録をします。今日はこちら関口船長の QR コード読み込んで、見守り先を関口船長に登録していきます。読み込んでいただくと自動的にこちらのアプリが起動しますので、見守り先の登録、こちらの情報を確認しましたら登録するボタンを押してください。これで設定は完了です。今日は日進坊の担当者さんに来ていただいてますので、サービスのご説明をしていただきます。このサービスはですね、2つ特徴があります。一つはこの落水検知ユニットを利用した、万が一海に落ちた時に通知するサービス、もう一つは、このスマートフォンを利用してですね、海のどこにいるかというのを、リアルタイムで分かる機能を持つようなサービスです。この、落水検知ユニットは優勝なんですけども、この、スマートフォンのアプリは、Android と、iOS の2つともアプリ出てまして、こちらは無償になっております。いくつか質問があるのですが、いいでしょうか。はい、まずは、こちらは個人で使えるものですか。はい、これは個人でご購入いただけるような形になっております。で、気をつけることはありますか。この、落水検知ユニットとこのスマートフォンアプリっていうのは Bluetooth で接続されていますので、両方ともですね、海に行くときには、身につけていただいて、海に行っていただきたいということと、あとはですね、このスマートフォンについては、バッテリーの消費がやっぱり気になりますので、バッテリーが十分にある状態で海に行っていただくと、この2点かと思います。はい、こちらはどこから購入できますか。現状ですね、この落水検知ユニットはですね、ネットでの購入のみになっております。Jマリンセーフティということで検索していただくと、購入の、サイトが検索できると思いますね。そこから購入していただければと思います。はい、最後にこちらお値段はおいくらなんでしょうか。お値段はですね、税込みで3960円です。お安いですね。はい、私も買います。よろしくお願いします。今日は西本の担当者の方に来ていただいて説明していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。